はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、本日はですね、まあ、レビュー動画上げるものいっぱいあるんですけども、とりあえず最近の動画傾向についてちょっとお話ししたいなと思って、今回この動画を撮ってみました。はい、最近なんですけども、もともと僕はいろんなものが好きで、いろんな趣味があって、自分の趣味に関する、フィギュアだとか、そういったものをレビューしてるんですけども、まあ、基本的には初音ミクをベースとして、ミクと一緒に、自分の趣味である、商品だとか、自分が気になった商品だとか、好きな商品を、レビューしていくというコンセプトの上で、ちょっと撮ってます。はい、まあ、いろんな方がいると思うんですけども、僕が最初に記念すべき第、そうですね、レビュー動画を撮るきっかけとなった、ゴジラ2014、ハリウッド版ですね。ハリウッド版の SH モンスターズのゴジラ2014がいるんですけども、そちらの方の動画が、僕のレビュー動画第1弾となっております。はい。まあ、その時から、っていうわけじゃないんですけども、僕が初めて動画を撮った時から、初音ミクと一緒に、動画を撮っていきたいなと思って、続けてます。はい、で今チャンネル登録者が700人ちょっと突破しまして、それは非常にありがたいなと思ってます。ミクちゃんの動画を上げる時もあれば、ゴジラの動画を上げる時もあるし、ウルトラマンの動画を上げる時もあれば、ベイブレードの動画を上げる時もあるし、ガンダムの動画を上げたりすることも、ありますよね。特に最近に関しては、ミクちゃんに関する商品が全くっていうわけじゃないんですけども、僕が簡単に手に入れられるようなところで出てないんですね。理由を言うとすれば、スカイタウンですね。スカイタウンが一番多く今、動いてる状態です。はい。まあ、ミクちゃんの公式のページ見てれば、おそらくわかると思うんですけども、主にスカイタウンの方で商品が出てて、僕は北海道民じゃないんで、そう簡単に買いにはいけないんですね。はい。で、なので、代わりとして、今、ベイブレードだとか、ガンダムだとか、ウルトラマンだとか、そういった動画を、今、主に上げてます。はい。まあ、せっかくチャンネル登録したのに、初音ミクに関する、あるいはボーカロイドに関する動画が一切ないじゃないかっていう苦情が多分あると思うんですね。コメント通りは、ね、来てないんですけども、多分あると思うんですね。多分皆さん思ってるだけで、言葉に出さないだけで思ってるっていうのは多分あると思うんですね。多分僕だったら多分そう言います。初音ミク見えないのになんで初音ミク出さないんだみたいな感じにあると思うんですけども、僕の動画のコンセプトを理解した上で、そうですね、これからも見続けていただければ幸いと思います。はい。なのでまだ当分ベイブレードとか、ウルトラマンだとか、まあ、そういったものが出てくると思うんですけども、そういったも見てできれば幸いかと思います。はい。2月の頭にですね、ゆきみくちゃんをメインとした、ガシャポンが出てくる予定なんですね。ミクに、ミクちゃんのチャームが出てくるんですけども、まあ、それをレビューしようとは考えております。はい。3月になればおそらく、初音ミクに関する、商品が何らかが出てくると思うので、その時にまたレビューしたいと思います。とりあえず3月までは、初音ミクに、あるいはボーカロイドに関する、動画が少なくなると思うんですね。その辺だけちょっと、理解していただければなと思います。はい、とりあえず言いたいのはそれだけです。また新しくチャンネル登録してくれた方には、そういうのを、伝えたいなと思って今日この動画を撮りました。というわけで紹介したのはワシーとミクでした。はい、またね。またね。ミクとワシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録、評価、ツイッターフォローをお願いします。今、パソコンやスマホ、テレビなんかで動画を見ていると思いますが、その開いている画面のどこかにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらの方を押してください。チャンネル登録やツイッターをフォローしていただくと、新しく上げた動画が早くチェックできるようになります。バッシュアートミクチャンネルをお願いします。はい。